ポストシーズンのこの2人、終わりだよこのリーフ。2人仲良く雑魚戦ってことが判明したな。投手のレベルが上がると途端に打てなくなる。ボコボコに叩かれてるジャッジとほぼ OPS 変わらなくて草。大谷は勝利につながるスリーラン打ったから賞賛の対象な。あのスリーランなかったらとっくに敗退。お散歩マンジャッジと得点圏でしか打てないマン大谷。これ決勝でお互いに打ち合いすんの？まあパドレスはリリーフとダルが良すぎたわね。冷え冷え頂上対決見るのも悪くはない。どんな選手だって不調の時はあるし、チームが勝ったならそれでええやん。大谷が3点差をスリーラン一発で振り出しに戻したの忘れた。14連敗の歴史を断ち切ったろ。まず千賀がまた壊れてくれるだろうから。他の投手にはしないのにダルビッシュには挨拶してるから遠慮出て打てないし、大谷はダルに完璧にやられたわ。お似合いやね。まあ得点してる場面が重要って意味では成績以上に離れてるけど、ただひどい成績なのも事実だから叩かれるのも仕方ない。ご視聴ありがとうございました。